杉野望美姫は、日本の女優、映画プロデューサー、映画監督。広島県広島市南区出身。慶應義塾大学経済学部経済学科卒業。スターダストプロモーションを経て、ワイエンタテインメント所属。女優、プロデューサー、監督として、アジアを中心に国境を越えて活動し、アジアインディーズのミューズと称される。血液型 A 型。 宝塚歌劇団に憧れて、中学2年生の時に演劇部に入部、中学卒業時に宝塚の受験を希望する者の母親に猛反対、され、とにかく大学に行きなさい、大学に行けば好きにしていいと言われた。進む学校として、有名な中高一貫の女子校に通い厳しい親と、学校の中で抑圧感を抱きながら生活し、自由に解放されたい。 エンターテインメントの中心である東京で刺激を受けたいとの思いから得意な数学を活かして慶應義塾大学経済学部経済学科への進学を志す。ノートルダム清志新中学校高等学校から慶應義塾大学経済学部経済学科に進学。大学では藤田康則のゼミに所属。大学2年生の時に韓国映画。 猟奇的な彼女を見て、小さい頃にイメージしていた韓国と違うのに驚き、それから、数多くの韓国映画を見続け、韓国文化に、新鮮な感動を受けた。映画を見ても言葉が理解できないことが悔しくなり、韓国留学を決めた。大学3年終了時に、ソウルに、語学留学、四世代学校の語学堂にて韓国語を学ぶ。中学生の頃から、 女優志望で大学に通いながら演技の勉強をしていたが、韓国で女優デビューしてみたいと考えるようになった。留学中、眩しい1日のオーディションを知り、応募したところ合格して出演することになった。2005年、韓国オムニバス映画、眩しい1日の宝島ペンに主演し、映画デビューし、キムギドク監督の映画、絶対の愛にも出演した。 眩しい1日が初上映された2005年の普山国際映画祭でファンだったキム・ギドク監督に出会った。キム監督は作品理解力に驚いた。監督もできる女優だと思ったと振り返った。2014年の同映画祭で初めて監督同士としてレッドカーペットを踏んだ。1年間の語学留学を終えて2006年5月に帰国。芸能事務所。 スターダストプローモーションに所属し、日韓の架け橋になることを目標に、本格的に芸能活動を開始する。2008年2月公開の映画、クリアネスに主演する。主演映画、クリアネスのプロデュースを手掛けた映画プロデューサーの小野、康介と共に、2008年秋に映画制作会社、ワエンタテインメントを設立し、 ヤスミン・アハマド監督の忘れなぐさで映画制作にも進出する。映画プロデューサーへの進出について、日本では役者はただ管理されるだけの職業だが、それに疑問を感じていた。役者も表現者であり、役者自ら発信する作品があってもいいのではないかと思った。役者の立場を活かしつつ、アジアを結ぶ合作映画に挑戦してみたいと考えた。 と語っている。2010年に初プロデュースした主演映画、艦隊が第23回東京国際映画祭日本映画、ある視点部門作品賞などを受賞して一役名前を知られる存在となり、100以上の映画祭からオファーが相次ぐ。主演、プロデュース作品の7カ国合作映画、マジックロスで韓国映画。 息もできないのヤンイクチュン監督、キムコッビと共演した。その後も低予算に10日足らずの撮影期間と、日本映画界では異色の手法を用いて、映画の制作を続け、穏やかな日常で、第22回日本映画プロフェッショナル、大賞新進プロデューサー賞を、ほとりのツイタチが、なんと3大陸映画最近の気球賞を受賞するなど、国内外で受賞を重ねる。 2011年、第24回東京国際映画祭、アジアの風部門にて、女優イコールプロデューサー杉野望美姫アジアインリーズのミューズとして、2013年には、台北映画祭で、フィルムメーカーインフォーカス、キキ杉野として、特集上映が組まれる。2012年は、エディンバラ国際映画祭、マイケル・パウエル賞部門。2014年は、 日本初のロッテルダム国際映画祭コンペティション部門等、数多くの映画祭で審査員を務める。2011年、週刊プレイボーイで、畳と女優の美味しい鑑定、をテーマにグラビアを披露した。2014年には、自身の主演、プロデュース作品、漫画肉と僕により、長編映画監督としてもデビューを果たす。監督第二作となる、欲望により、 第19回不在国際映画祭アジアスターアワーズ2014最優秀新人監督賞大阪シネマフェスティバル2015新人監督賞を受賞2015年より朝日新聞有敢でエッセイキ,キキネマを連載している2015年1月ロッテルダム国際映画祭での3泊4日5時の鐘上映に出席するため訪れたオランダで 監督の三沢拓也と共に、ホテルの前で、大型タクシーに轢かれる、交通事故に遭遇し両足骨折の重傷を負う。現地の病院にて、粉砕骨折の左足の手術を5回にわたって受け、約3ヶ月半入院。看護師が、飛行機に同乗して、帰国の後、広島大学病院にて治療を継続し、計7回の手術とリハビリを経て9月末に、 現場に復帰した。国語が苦手で、テストでも国語が一番成績が悪かった。数学が一番得意だった。尊敬する女優は、イザベル・ユペールと、若尾文子。好きな監督は、増村康三。母は、韓国生まれで、二つの文化を持って生まれて幸せだねと、両親に言われて育ち、異なる文化が共存し合う関係が、理想と語る。 父方の祖母は被爆者で語り継いでいくことが、広島で生まれた意味、原爆の歴史を忘れないことが使命であると語っている。固定観念だったり、規制の価値観は打ち砕いていきたい。マジョリティを描くというよりも、マジョリティは存在しなくて、みんなそれぞれマイノリティであるという楽観でも悲観でも、ない目線が作品の根底にあるという。演技をするにしても、監督をするにしても、 新しい世界を見たい、新しい自分を発掘したいという気持ちが原動力となっている。想像を裏切り、想像を超えた新しいものを見る瞬間、一番生きている幸せを感じると語る。ありがとうございます。